やっぱり手伝ってくれとかどうにかしてくれって言えば絶対みんなそういうふうな使命感というのがそういうふうな強い人ばっかりだから、そのまま置いて逃げるってことはできなかったと思うんですよね。まずみんな各職場から駆けつけて、もうなんでかんで近くの水門を閉めてましたね。屋上に上がって反射を叩いて、もう住民に知らせた。逃げない人に逃げる逃げろって、まあそういうふうな叫んだりしたようです。まあ団員もね、犠牲になったんで、まあいる団員でまずこの安堵を守ろうっていうね、そういうふうなまあ絆も深まってますね。やっぱり、もうここまでやってきた以上はですね、少ない数になるかどうかわかんないですけども、まあ、できるだけ安堵を守ってきたいですね。震災前はですね、1月から3月まで火の用心の方してたんで、そういうような活動もしたいし、なんでかんで安堵からは舵を出したくないと思って。